平馬栄島あるいは平馬江島。平馬島はアイスランドに属する島の一つである。ベストマン諸島で唯一の有人島。人口4100人。アイスランドで水揚げ後1位を誇る漁港を要し、その輸出口はアイスランド全体の12%にもなる。1973年1月23日、島の東部にある教会に付属していた農場に、 割れ目加工が開き、スコリアを噴出するとともに、溶岩も流れ始めた。割れ目噴火はすぐに一つの加工に集中するようになり、後にエルトフェットルと命名される火山を形成した。溶岩流は時速数メートルの速さで町へ、そして島の経済に大きな役割を果たしている漁港の方向へと進んできた。この漁港を守るべく、 島民は消防ポンプで海水を溶岩流に放水した。民家などはいくつも溶岩に飲み込まれたものの、この放水によって漁港に達する前に溶岩は冷えて固まり、溶岩は止まった。しかし、全島民がアイスランド本土への疎開を余儀なくされた。なお、この時アイスランドはイギリスとのタラ戦争の最中であったのだが、アイスランド沿岸警備隊は、 一旦紛争行為を中断して、ここの救援に回ったことで知られる。なお、この噴火による人的被害は、死者1名のみでドラッグストアに侵入して薬を盗もうとした男性1名である。死因は有毒ガスを吸ったことによる窒息死。溶岩流は全家屋の1、3を飲み込み、町は壊滅状態となった。 左端がエルトフェットル火山町並み解説図この事件は現代のポンペイと称されハワイのキラウエア火山と並んで居住区の目の前で起こった噴火として有名となった噴火は半年後の7月3日に収束し島民の必死の復興作業が続けられた結果現在は元の生活を取り戻しているアイスランドの首都レイキャビークから空路30分または ソルラウクスホプンからの宣便で1時間45分。ありがとうございます。